コメントの送り方を教えてください。うん、遅れとんねん。初見です。誰ですか？もう知っとるやろ。おたけさんバナナに似てますね。誰もピンとこん。おたけさんのおたけの感度はどう？結構早めにダウンするねって言わせるのは変なこと。メガネ越しから失礼します。どういう状況や。おい、おたけ、野球しようぜ。俺は伸びたちゃうぞ。ちなみに俺は一人称が僕、俺なので男です。そりゃそうやろ。地球人ですか？僕は地球人です。当たり前のこと聞くな。和樹さん、こんばんは。サメのおたけさんは誰ですか？いや、俺しかおらんやん。吉田のひいじいちゃんエペ配信してたじゃん。誰がわかるんそれ。逆におたけとカカロットどっちが強いですか？比べる対象をお前バグっとるぞ。それ世界を変えに来たぞ。おたけ、世界を変えるレベルの人がこんな配信見ててええんか？おたけさん、後ろのはしご、通称天国につながる入り口、登ってみてください。つまり死ねって言ってるな。おたけさんって魚ですか？どう捉えたらそうなんねん。ゲロ飲ませてください。お前だいぶ性癖バグよ。おたけさんにも出会いは必ずありますよ。多分その多分のせいでだいぶ不安やけどな。おたけさん、ゲームの音と声しか聞こえません。いや、それが普通やん。ゲームの音と声、さらにその上があるんか。外が真っ暗なんですが何があったんでしょうか。うん、夜になっただけな。プレイヤーを殺すな。もうバトルアが成り立たんやろ。本体のメガネ取ったらどうなるんですか？だから俺本体。僕元気です。何の報告やねんそれ。やっとリアタイ見れた。でも寝るんかい。処刑です。だから殺すな。おたけの鼻毛を食べると世界が平和に。あーに鼻毛が好きとか言うか。綿棒要素ないのになんでわたけって名前したんですか。お前目見えとらんやろ。シンプルにおたけのメガネの唐揚げはないんですか。食えたもんじゃないだろ。